ヤーハー急行ヤッファはテルアビブにある地区。4000年以上前の古代都市からの歴史を有するというイスラエルに所在する地中海に面した港町。現在イスラエルのテルアビブに並行された市街地はテルアビブ中心部から見て南部に位置する。ヤッファの地名はアラビア語とヘブライ語、ヤッフォー、そのラテン語表記と歴史的変遷によりジャッフェ、ジョッパ、 ヤップなどと様々な表記が存在する。テルアビブの公式行政単位名には、電話、アビブ、ヤフォーとヘブライ語のヤフォーが含まれている。新約聖書使と原稿録に記述されるイエスの使徒ペテロが滞在したとされる川名飯の指紋の家がある。ヤーファーは1950年までテルアビブとは別個の自治体であったが、1950年に 北部のテルアビブ市と南部のヤーファー市が合併し、新たにテルアビブヤフコ市が新設された。イスラエル建国以来、この地区はイスラエルを代表するスラム街であった。麻薬を打つための注射針などもよく落ちていたという。だが、近年になり、ヤッフホの旧市街は芸術の街として生まれ変わり、旧市街にはアラブヘブライ劇場も設立されている。ただ、隣接する。 パレスチナ系住民が多いアジャミ地区は2010年現在も貧民街のままであり、ユダヤ人による土地の買い占めや行政の怠慢に憤りを感じている住民も多い。アンドロメダの岩やフファ旧市街にある川な飯の指紋の家の入り口。ありがとうございます。